オービック・シーガルズは X リーグに所属するアメリカンフットボールの社会人、クラブチーム。メインスポンサーはシステムインテグレータ企業のオービック。本拠地は千葉県奈良市の,市のオービック・奈良市のグラウンド。運営者はレナウン・奈良市のオフィス内に置かれた株式会社 OFC。獲得した主要全国タイトルは全国社会人、チーム最多の計17回である。 1983年にリクルートの企業内同好会、リクルートシーガルズとして創部。1984年の秋にパレスサイドリーグへ加盟。初年度は霊勝に終わったが、1985年1986年は2年連続で準優勝となり、1987年で初優勝を果たした。1988年1月に取締役会で、 アメリカンフットボール部の総部が決定し、日本社会人アメリカンフットボール協会に加盟した。1989年、千葉県千葉市三浜区に専用のグラウンドが完成。周期リーグでは優勝できなかったものの、一部リーグのチーム数増に伴う一部昇格決定戦で、ハスキーズに勝利し、東日本社会人一部に昇格した。1992年は、 東日本社会人一部 A ブロックで2位の成績を残した。1995年は東日本一部リーグで優勝し東京スーパーボールに出場するも松下電光インパルスに敗れる。1996年はオンワードオークスを破り念願の東京スーパーボールを制覇。ライスボールでも京都大学を破り初の日本一を達成。百九十八年は 立命館大学を破って、再び、ライスボールを制した。1999年に運営形態を、クラブチームに変更し、リクルート社員以外の選手も受け入れるようになる。2002年6月末をもって、リクルートが、スポンサーから撤退し、名称をシーガルズに変更する。スポンサー不在ながらも、周期リーグで優勝し、東京スーパーボールも制覇。しかし、ライスボールでは、 立命館大学に敗れ、日本一を逃す。2003年からは新たに、オービックがメインスポンサーになり、チーム名をオービックシーガルズに改める。レナウンローバーズの解散に伴い本拠地、奈良市のグラウンドを引き継ぐ。2005年は、法政大を49から17で破り、3回目のライスボールを制覇を果たす。特に、ライスボールでは、ランニングバックの古谷拓也が、 タッチダウン5回、ラン35回、累計獲得距離249ヤードを記録する活躍を見せた。2009年5月のパールボール準決勝、富士通フロンティアーズ戦では、第3クオーターまでビハインドだったが、最終クオーターに一挙14点を獲得し逆転勝利を収めた。しかし6月のカシマディアーズとの決勝では、逆転負けを喫した。9月のリーグ開幕戦は、 日本ユニシスブルーズを52-7で破る。2010年はライスボールで立命館大を24から0に完封し、4回目のライスボール制覇を果たす。2011年はライスボールで関西学院大を第4クォーターに逆転し優勝。チーム初の2年連続日本一となる。2012年はライスボールで再び関西学院大を相手に迎え優勝。 社会人初、日本大学以来にチーム目の3連覇、史上最多の通算6回目の日本一。2013年は、ライスボールで3度関西学院大を相手に迎え、優勝。史上初の4連覇、史上最多の通算7回目の日本一。しかし、2014年2015年と連続で、ジャパン X ボールの進出を逃し、 2016年に3年ぶりに X ボールに出場するも富士通に敗れた。2020年は新型コロナウイルスによる短縮日程によりにブロック制が導入され、オービックは東京ガスパナソニックとともに B ブロックに所属。ブロック内リーグ戦を2戦2勝で1位通過すると、富士通とのジャパン X ボールに勝利し、7年ぶりに X リーグ優勝を達成。さらに、 関西学院大を相手に迎えた、ライスボールでも優勝し、7年ぶり史上最多の通算8回目の日本一に輝いた。2021年のミスジャパンには、岩手県代表で、チアリーダーの吉田沙也加が出場した。小中学生による、フラッグフットボール主体のジュニアチーム、ジュニアシーガルズを運営している。また、総合アメリカンフットボールチーム構想に基づき、 老若男女誰もがアメリカンフットボールを楽しめるように以下の2チームと姉妹チームの関係を結んでいる。過去の名称リクルートシーガルズに関するカテゴリー。ありがとうございます。